笠井亮さん、吉良よし子さん、お願いします。皆さんこんばんは。寒い中、今日もお疲れ様です。吉良さんと吉良よし子です。先週国会が始まって、今週はずっと本会議代表質問が続きました。その中で安倍首相は原発やめるわけにはいかないなんてことを言いました。とんでもないのありませんか。なおかつ世界最高の一番厳しい安全基準に基づいて再稼働すると言った。とんでもないですよね。安全とは言えない安全基準だからこそ、安全基準っていう名前じゃなくて規制基準として決められたのがあの基準なんじゃないでしょうか。避難計画もまともに作らなくても再稼働できてしまう、そんな基準の下での再稼働なんてとんでもない。この間の世論調査でも安全が確認された原発の再稼働についても反対というのは 60% に上っているんですよ。再稼働絶対許さないというのが国民の民意なのではないでしょうか。原発、この間日本の原発は全て止まっています。絶対一つも再稼働させずに廃炉しかない。ぜひみんなで国会放して原発を目指していきましょう。ではコールします。再稼働反対、衆議院議員の笠井亮です。国会での代表質問の答弁で安倍首相は再稼働について福島事故の教訓を踏まえて安全の確保は大前提だと言いました。だったらどうか、昨日も2号機圧力容器からまた汚染水がどんどん漏れてる。原因だって分かってない。大前提がないんだから再稼働なんか絶対いけないんじゃないでしょうか。皆さん、東電はついに諦めて今日で56号に号機を廃炉ということを決めました。明日からは全国の原発48基、あと48基なくす、ゼロまで頑張るじゃありませんか。国会で私たち頑張ります。そして皆さんも声を上げて 3.9 の納入規制大きく抵抗させて、今こそ原発なくそうじゃありませんか。再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対。